栄えある2013年度ミス日本グランプリは、エントリーナンバー11番鈴木エリカさん、おめでとうございます。鈴木さんはスポニチ賞、携帯電話での投票で選ばれました昨日、スポニチ賞とのダブル受賞です。おめでとうございます。それでは今の率直なお気持ちを聞かせてください。もう本当にびっくりして、あの夢のようでした。はい、将来の夢って何ですか？はい、あの植物を元にしていろんな作品を作り出したいっていうのと、モデルとしての活動も少ししているので、そちらでも一つでも多く作品を作れたらなと思っています。